たいな、ね、バックパスのところもう少し中山が僕は狙ってもいいかなと、はい、あれだけ大川が寄せてユルキはもうバックパスがない状況を作ってましたから、あー、バックパスこれ狙ってノドリゲスシュートだー、先制ジュビロ、パスミスを見逃しませんでしたノドリゲス、バックパスの状況を作った時に、ボールも緩かったですけどそこにいましたもんね、狙ってましたもんね、はい、まあ、青木からするとちょっと見えてなかったかもしれません。そうですね、中山がしっかり追いかけて縦に、ね、縦方向を蓋したっていうところも大きかったですし、はい、まあ、後ろ向きのプレーは時にこういうことが起こりますからよく狙ってたんですね、ジュビロが先制しました。ロドリゲス